世界文化遺産である京都。実に多くの人がその魅力に引き寄せられ訪れます。しかし、どれだけの人が本来の京都を見ているのでしょうか。もしかすると、あなたがこれまでに見た京都は、ある意味必要以上に飾られた京都なのかもしれません。そこで、サライ京都チャンネルでは、京都の奥義と題し、皆さんがまだ見ぬ襖の奥にある京都をご覧いただきたいと存じます。ここ神風庵は、京都の町屋の風情が色濃く残る建物。洗練された空間を生かして、多くの訪問者をおもてなししています。この度、山本家のご協力により、所蔵する蘇我物語図屏風を特別に取材させていただきました。この屏風は、祇園祭りの期間のみ一般に公開されています。屏風に描かれている蘇我物語は、父を殺された蘇我十郎五郎の兄弟が、父の仇を取る史実に基づいた物語です。山本家の蘇我物語図屏風は、江戸時代の初期に制作されたと言われています。右隻は、源頼朝が催した富士の裾野での巻狩りの様子。左隻は、仇討ち前後の情景が描かれています。犬坊もまたお父さんを殺されてしまったわけなので、はい、でまた彼もまた何て言うかな、敵を討つということで、うん、この犬坊に、敵を取らせると、首を差し出したというふうに、これはまあちょっと浄瑠璃とか歌舞伎の世界の話になってくるんですけれども、でそこで敵が終わるという形になるんですけど、大体ここで、この病院って
他の病院では終わってるんですけど、うん、ここの女性2人が語ってるっていうシーンが、うん、このうちの病院、他の山科県立博物館とか、うん、それ以外とはちょっと変わってて、でこれの考察としてはおそらくこのこう持ち帰って五郎丸と五郎と十郎が、うん、まあ、敵を打ってくださいと、でそのちょいちょいと女の人が出てくるんですけど、 お母様と妹なんじゃないかなっていう、うん、美しい状態で保存保管されているため、美術価値の高い屏風です。京都文化博物館で行われた、よみがえる承久の乱へも出展されました。赤い傘を差し掛けられた頼朝と取り巻きなどが、丁寧に描かれています。母屋は木造2階建て。居間の他にも洋風の応接室や茶室があります。昭和初期に商家のおもてなしの場として建てられた神風庵は、代々大切に引き継がれてきました。平成19年には国の登録有形文化財に指定されたことによって、後世に残すべき文化的価値を持っていると認められました。神風庵では、昔ながらの京都の習わしや風習が今も守られています。